じゃあどうも、2月2日の暗号通貨ニュースでございます。まあ今ね、仮想通貨暗号通貨で爆上がりする銘柄はないのかっていうことなんですけども、毎日そういうのは生まれてるんですよ。どこで見ればいいのかっていうことなんですけども、実はね、この辺りにあるでしょう、指標が。最大の上昇企業っていうのが。ボルトクラフトっていうのがね、107.5%、つまり倍になってるわけですよ。で、ペペフォークって言ってね、ものすごく単位のちっちゃい柴犬コインみたいなやつですけども、これもおおよそ2倍、70%上昇してるんですよね。で、ホエールマーケットっていうのも53%の上昇してるわけなんですよ。で、爆上がりじゃないですか、これ。ね、もっと見るっていうのがあるんで押してみますよ。だからね、ものすごく儲かってる仮想通貨ランキング、ボルフェクト、24時間で倍になってますよね。ペペフォーク、8割増しになってますよね。ホエールマーケット、ね、これ60%増し。カジキっていうね、なんかマグロみたいなやつでも、3割増しになってるわけですよ。ね。円錐曲線っていうのも、なんか聞いたことないですね。3割増しとかね。つまりこれが、いわゆる爆上がりコインなんですよね、この辺が。で、そう考えてみると、1割増し、ね、っていうの、ね、1日で1割増しっていうのも結構あるわけですよ。だからこういうのを狙っていくっていう方法はありますよ。ボルトクラフトって知らないでしょ？ランキングで873位ですから、私もね、ランキング1000位とかまでは見てないですからね、せいぜい300位ぐらいまでなんで気づきにくいんですけども、でもその中でペペフォークとかカジキってのは知ってますよ。エントリーはしてませんけどもね。だからね、ランキング1000というのを見ると結構ありますね。爆上がりコインってのは。ウォールクラフトちょっと見てみましょうか。これ1日で倍になったやつですよ、これ。ね、24時間で倍になってるわけですよ。すごいですよね。で、どこで購入できますかってことも書いてますよね。最も人気のある取引所はバランサー V2 って聞いたことがないですね、これはね。どこにあるんでしょうか。ポルトガルかどっかですかね。はい、その他ね、細かい分析もなされてますんで、仮想通貨で当てたかったら、こういった分析をよくよく見て、明日上がりそうな通貨はどこかなとかね。それからこの今回取り上げた、ボルトクラフトは、今がマックスでこれから落ちるのかもしれないですよね。例えば、この3ヶ月で見てみましょうか。そうすると、3ヶ月内でもう急騰してるわけですよ。これは新しいイベントかニュースがあったんでしょうね。1年で見るともそうですね。マックスで見るとどうかな。マックスで見てもそうですよね。つうか、これ、生まれたてのコインですね。まあ、こんなもんあるんだなというところでございます。107.5%。すごいでしょ。1単位7円ですから、あんたでも買えるんじゃないですか。あんたでもいいよ、みたいなね。お疲れ様です。